スカイウォッカはアメリカ合衆国のウォッカである。スカイウォッカはカリフォルニア州サンフランシスコでスカイスピリッツ LLC により製造される。スカイ90ウォッカはプルーフ90でマティーニ引用者向けの高級ブランドである。スカイスピリッツ LLC が1992年に設立された際、スカイウォッカは同社の最初の製品であった。創設者 モーリス・カンバーによれば、ウォッカは特有の上流プロセスによってほとんど不純物なしである。コバルトブルーの瓶とプラスチックラベルが目印である。2008年、スカイは新たに5種類のスカイウォッカを生産ラインに加えた。スカイインフュージョンなどがそれである。スカイウォッカ 750ml 瓶。カリフォルニアの澄んだ青空がモチーフ。製品の実際の製造と瓶詰めは、 カリフォルニア州サンノゼにあるフランクリンィスティラーズプロダクツへの外部委託である。瓶詰め前のエタノールは貨物列車のタンク車でサンノゼの操車場近くのフランクリンの工場そばまで運ばれる。フランクリンでエタノールはろ過と4除去をした水と混合される。風味が加えられ生産物は瓶詰めされる。一定の生産水準を確保するために アメリカの主要な42の瓶詰め機械会社の機械を使う。エタノールはカンザス州アチソンの MGP イングレディエンツ社から購入している。同社は飲料用、工業用、燃料用エタノール量産の製造会社である。MGP 社は小麦を製造工程の原料に使う。上流工場はイリノイ州北京にあり、天然ガスで稼働しているが、 アメリカ合衆国環境保護庁の認可は、石炭で工場を稼働するようにという要求である。ありがとうございます。